エコノミーニュースおはようございますクリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋クリエイターエコノミーニュースへようこそパーソナリティのかぐわです小春立花ですはい、週末ですので早速音声メディア関連ニュースまとめいきましょうまずはホットトピック2023年12月15日 iPhone マニアの記事です Apple Music 空間オーディオ楽曲への権利料増額 こちら、音声配信というよりは、まあ、オーディオ関連のニュースではあるんですけども、アップルがですね、空間オーディオの楽曲を、まあ、優遇するというニュースですね。まあ、優遇というのは、具体的には、その権利量を増額するということです。ただ、まあ、具体的なパーセントなどは書いていないんですけども、ただ、スポティファイなどの競争激化を鑑みて、 スポティファイがまだ対応していないこの空間オーディオに対応した楽曲を優遇していこうと、囲い込もうということなんですね。これをまあブルームバーグが報じたということなんですね。空間オーディオなんですけども、これどういう音声かというと、ほら、例えば音声って AM ラジオとかだとこうモノラル、要は右と左が同じものが聞こえると。で、FM 放送になると右と左が違うものが聞こえて、こう広がりがね、出てくると。 いわゆるステレオっていうやつですよね。で、そのステレオっていうのは左右にスピーカーがあって、要は横の広がりができたわけですよね。で、それに対して空間オーディアは今度上下ですね。上下にさらにスピーカーをあたかも置いたかのように音声を感じられると。でも人間の耳って2つしかないんだから、上下にスピーカーを置いてもそんなに違いがないんじゃないのと思うかもしれませんが、これ、まあテクノロジーによって音が例えば右斜め前の方にあったら、 右の耳と左の耳で当然こう音が入ってくるタイミングって当然わずかに差が出ますよね。そういうのをリアルタイムで計算して位置関係をちゃんと把握させてくれる音声が空間オーディオです。ですからここに書いてある例としては例えば上から矢が降ってくるとか水の下から潜水艦が浮上してくるといったような上下の動きも空間オーディオに対応していればよりリアルに聞こえてくるようになるというのがこの空間オーディオです。 実際には AirPods の第三世代ですとか AirPods Pro ですとか Android ですと Google の Pixel Buzz Pro などが対応していてこれなどはですねダイナミックにも対応していて要は顔の向きが右を向くとさらに右の方にあるものがより近くに聞こえたりするような顔の動きも検知してよりリアルに空間を感じられるような音声になるということなんですねですから対応しているイヤホンがないとそれを より感じられることはできないんですけれども、とはいえ、高級イヤホン、高級ヘッドホンを持っている人というのは、クオリティの感度が高いだろうということでは、囲い込むべき甲斐があるわけですよね。なので、この空間オーディオ、対応しているのは、Apple だけではなくて、Amazon Music も対応していますので、今後、Amazon の動きに注目が集まりそうですね。いやー、高音質化は、本当に最初に、それに対応すると、 いやでもこう注目を集めますので、アーティストにとっては本当嬉しいですよね。で、実際、空間オーディオを作るツールというのももう出ていますので、音声配信、特にあの、オーディオドラマとかでも、これってものすごく影響がありそうな話ですよね。ですので、興味がある人、次は空間オーディオ来るかもしれませんよ。ぜひ調べてみてください。ハッシュタグクリエコ では戦略テック関連どんどんいきましょう。まずはこちら。二千二十三年 Spotify の公式ドキュメントです。Spotify フ,ファンスタディ学習コンテンツをリリース。はい、Spotify も配信者をね囲い込むべくこういったサイトを作っていたんですね。ファン向け、配信者向けの学習サイトと。 いうことですね。なんだかんだ、スポティファイもこういう、なんでしょうね、コンテンツオンドメディアのコンテンツは、あの、結構ね、充実してるんですよね。ヘルプとかも含めて。で、今回は、こう書いてあります。トレンドは、リスナーとの距離を縮める、ポッドキャスト制作と。はい。うん。やっぱりこういうなんか、ドキュメントを増やしてくれるのは本当いいですよね。で、ヨシンバ、日本など、それぞれの国にあった、ローカライズされたコンテンツもね、さらに増えてくれると嬉しいですよね。 例えば Q&A 機能の紹介とか具体的な事例などが書いてあります。Spotify を使っていない人でもこれ単純に読めますので役立ちますのでぜひ見てみてください。ではどんどん行きましょう、えー。Spotify のグッズ購入のサイト、えー、マーチハブなんですけどもこれ以前に 紹介はしたんですけども、具体的な実際のページ、あの、つい最近見たので、こちらも一応過去の記事上げておきました。それから、えっと、スポティファイの CFO ですね、ファイナンスのオフィサーですね。えー、こちらの人が辞めたと。ただ、それを辞めた時にですね、あの、数日前に株式をですね、930万ドル売却済みというようなことをされていたようで、なんだかいろいろありますね。えー、ボイシー、2023年の注目キーワードを紹介していました。 え、資産運用と YouTuber の音声配信だそうです。え、視聴時間なども伸びているそうなんですね。まあ YouTuber の音声配信は、うん、ボイシーに限らず、来年もさらに増えていくんでしょうね。やっぱり YouTube が稼ぎづらくなってくる。ただ音声は、それに比べれば、あの、パイは小さいかもしれないけど、割はいいということではね、あの、増えてくると思いますね。えー、それからスタンド FM。収益化についてなんですけども、今までは SPP という現金で選ばれた人が、 還元されるという制度があったんですが、それが先月終わったと。そしてその新しい収益のポイント制になったものの振り込みが今月行われるということで注目を集めていました。その振り込み、どうやら行われたそうです。で、注目の還元率なんですけども、どうやら SPP の頃とそんなに変わりがないというような投稿が多く見られました。今までの収益ポイント制の配信を聞く限りは、 なんか5分の1ぐらいにも減ってて良さそうな感じはしたんですけどもどうやら SPP の方々は特にあまり変化がないというようなお話だったのでうん素晴らしいですねえー、ラジオトークなんとウェブ版の収録配信こちら予約投稿に対応したそうですいやーこれ嬉しいですねこれでついにスタンド FM ラジオトーク多分ほとんどのポッドキャスト配信の ウェブ版は予約配信できるようになったと思います。これはね、ありがたいですね。やっぱり時間がね、決まってるっていうのは本当、リスナーには嬉しいですからね。ぜひチェックしてください。それから Apple が、えプロモーションの新しいリンク機能を紹介。それから Google が、え Google ポッドキャストね、終了の話は出てましたけども、あの、Google ポッドキャストから YouTube ュージックへの移行ツールをどうも提供するということで、米国では提供をもう開始するそうです。これは楽しみですね。 それからプラットフォームのリッスン、サーバー障害があったそうで、今はもう復旧しています。それからあとね、今週は音声 AR、リアルのね、場所と音声を組み合わせた、音声 AR、これに関するニュースがね、いくつか出たんですよ。まずは、はい、TBS ラジオ。ラジホという名称で、なんか新しいプロジェクトを開始したそうです。 まだプロジェクト開始のこと自体がニュースになってただけなので、詳しい内容は書かれていないんですけど、まあ GPS と位置情報と場所に合った音声コンテンツを配信するというように読めます。これはちょっと今後注目していきたいと思いますね。それから大学、大正大学というところが、豊島区の観光用の音声ガイドコンテンツを制作したそうです。それから久しぶりに出てきましたね。 ソニーがロケトーンという音声 AR アプリを出していますが、それと同じような感じで実は ABEX も出してるんですよね。ABEX はサーフという名称ですで。こちらがどうやらリニューアルしたそうです。サーフスタジオという名称で月額サブスクで利用ができるそうです。これはちょっと気になるんで私チェックしてみたいと思います。それから海外から新しいサービスが上陸。一方で海外のポッドキャストのサービスも終了。あとはね、ツイキャス。 えー、ライブ配信アプリのツイキャス。いやー強いですね。第三四半期の決算を発表してたんですが、えー、なんと営業利益74%増ですよ。うん、ツイキャスはね、本当今後の音声配信の、なんかいろんな戦略を先んじてやってるような気が私はしているので、本当注目してますが、うん、絶好調ですね。えー、あとパナソニックがですね、新しい Bluetooth。 の企画のイヤホンを発売していました。これ何かというと、Bluetooth で一つの音源に対して複数の人が Bluetooth 接続して同じものを聴けるブロードキャストのようなものができるという企画だそうです。これ、だからさっきの音声 AR でもね、関係する話じゃないかなと思うんで、注目していきたいと思います。では、コンテンツ、コラム関連いきましょう。まずはこちら。 2023年12月15日、ラジオ日経公式リリースです。ラジオ日経初、英語だけのポッドキャストを配信開始。はい、やっぱり日本だとね、英語コンテンツ強いということでしょうね。実際まあ、スポティファイのランキングや、アップルポッドキャストのランキングなどなどでは、まあ、英語番組がね、ほんと上位占めてますよね。そんな状況を鑑みて、ラジオ日経、地上波の大手がですね、英語だけのポッドキャスト、 いうことで、これはね、何気に人気出ると思いますね。うん。結構あの、渡辺直美さんの海外で配信してる英語のポッドキャスト、これもね、人気なんですよね。ですから多分そういうのも含めて、大手がやるっていうところでは、今後追随する会社も出てくるんではないでしょうかね。はい。というわけで、今週は、ポッドキャスト、いくつか新着がありますね。例えば、えー、静岡新聞社。それから、野球のライオンズの、えー、長谷川選手。 それから企業のドリームフーズという会社のオンドメディアと。そう、オンドメディアはね、結構いろんな企業のカラーが出るんで、私結構好きなんで、これは楽しみですね。オーディオコンテンツもね、年末クリスマスシーズンもあるのか、相変わらずアマゾンがどんどん出してますね。しかも今週は、はい、オーディオファースト作品。人気作家がね、紙の本じゃなくて、まずオーディオから出すというオーディオファースト作品。これがね、二つも出てますよ。いやー、アマゾンほんとすごいね。 えー、吉本バナナさんでしょそれから、浅野敦子さん。いやー、これはね、ほんとすごい。で、さらに、人気作家、えー、村上春樹さんの作品を大沢拓雄さんが読むとかね。いやー、アマゾンどうしちゃったんですかねですので、アマゾンミュージックのポッドキャストランキングも本当ね、毎日動きがあって、私は興味深くいつも見てます。 こうやって一般の人を呼び込んでくれていることで、ランキングにもね、結構影響を出てきている気がしますね。では、どんどん行きましょうえ。久しぶりですね、ソニーのえ音声付きデジタルマガジン、読み人マガジン。えこちらでですね、接吻の朗読が配信されてました。それから、音声共養メディアのブークス。こちら、また新作出てますねえ。森美術館の特別顧問、え南條文夫さんのえ配信ですね。 それから今週はコラムもですね、一部で話題になってました。ポッドキャストアワードノミネートのゲイト女の5点ラジオ。こちらのですね、パーソナリティさんの番組作りに関する裏話がですね、紹介されていて話題になってました。それからあと NHK。NHK のフィギュアスケート中継あるじゃないですか。で、その中継のあの氷のね、滑る音とか、あの臨場感はどうやって生み出されていいのかと。 いう収録の裏話がね、出てて、これね、ものすごく読み応えありました。いや、これすごいですよ。こんなところまでマイクがあったんだ、みたいなことがね、明かされてて、これはぜひ、ASMR ではないですけど、収録好きの方はね、これぜひ、必読です。それから、あと、ポッドキャスターのスキャンダルが話題になっていました。クリエイター、エコノミーニュース。 では音声広告データ著作権 ai その他諸々いきましょうまずはこちら2023年12月11日スタンド fm 公式リリースです安田大サーカスのクロちゃんの声で29カ国語の ai 音声を作って楽しめるサービスを期間限定公開はいスタンド fm もう本当に事業ビジネスのピボットを加速させてますねこちらはまあ 期間限定ではあるんですけども、デモンストレーションとしては本当にインパクトありますね。安田大サーカス、まあ芸人のですね、黒ちゃん、声をですね、AI でいろいろ喋らせられると。さらには今回は動画もちゃんと連動して口パクにも対応を。さらには29カ国語にも対応するということで、まあ、テクノロジーとしての凄さを見せつけられているデモンストレーションになっています。ただ、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 はい。残念なことに <laughs>。 日本放送、あの地上波大手の日本放送も日本語音声を多言語に変換するツール、リングいいねベータ版を開発というニュースが思いっきり被っていました。いやー、だからこういうテクノロジーって多分そのテックの界隈でライブラリーとかが話題にはなっているんでしょうね、きっとね。うん。だから AI は注目を集めるとはいえ、やっぱり本当に競争が激しいので、 ここで差別化をしてビジネスとしてちゃんと回していこうっていうのは大変だとは思いますね。囲い込みを徹底することと並行して大抵はやるんですけど、そのあたり今後どこが生き残っていくのか注目です。ではどんどん行きましょう。音声広告周りは今週は特にトピックはなかったです。 データ周りも音声関係は特になかったんですが、年末ということで、YouTube の2023のランキングですとか、あとは、ポッドキャストでも人気のネオレアという若者マーケティングの会社がありますが、そこがね、Z 世代女子のトレンドランキングなどを紹介していました。Z 世代のね、このトレンドネタって、あの、話題にはなるんですけどね、いかんせんこう、市場規模が小さいので、なかなかこう、マスに、 広がっていくというところを嗅ぎ分けるセンスが必要になってくるので、本当難しいですよね。それから地方の自治体がチャット GPT をゴミ出し案内に使った。ただ、間違える率が20回に1回ということで、その結果が各所で話題になっていました。著作権周りですと、はい、来年ですね、いよいよあのビッグタイトルがパブリックドメインになりますね。ミッキーマウスの蒸気船ウィリーですね。はい、これ今のところ特にディズニーも何か ものを言うということはなさそうなんですが、とはいえ、ミッキーの現在のコンテンツの版件は彼らが持っていますから、扱いは本当に難しいと思うんですけども、いよいよどうやらこのままいくと、はい、2024年、ジョークセンウィリー、ついにパブリックドメインになりそうですね。これはね、ちょっと各社がどういう動きをするか、ちょっとね、注目したいと思います。 あと今週、あの私ね、クリエイターエキスポ行ってきましたけど、そのクリエイターエキスポに出展したというデザイナーさんのね、記事が話題になっていました。こちらノートで、まあ出展にいくらかかった、このタペストリー作るのにいくらかかりましたという、本当に出展の裏側が赤裸々に語られたノートが公開されてましたので、これね、ぜひ見てみてください。イベントってこういうふうにやるんだっていうことがね、分かって本当楽しいですね。 そして今週はと大谷翔平選手のね、あの契約がもう世界中を駆け巡りましたね。ほんと神のような人ですね。すごいですね。 はい。というわけで、今週もいろいろなニュースがありました。年末とはいえ、ポッドキャストが新しく解説したりとか、結構なんか平常運行な感じで、はい、えー。ニュースを漁る私としてもですね、楽しく過ごせました。えー、皆さんはいかがだったでしょうか何か皆さんの方で察知したニュースがあれば、ぜひぜひタレコミお待ちしております。えー、ハッシュタグクリエコ、カタカナでハッシュタグクリエコで、ぜひぜひご意見、感想とともにタレコミもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。 ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディアクリエイターエコノミーニュースではカグアが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられるものをお届けしています定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター2つの媒体で情報を発信していますニュースレターではニュースまとめで紹介しきれなかったニュースそしてすべてのニュースのリンクも合わせて紹介しています解除もすぐにできますのでぜひ購読フォローよろしくお願いします ちょこちょこと間は空いてるんですが実は私高校の頃から日記をつけていますというわけで皆さん素敵な週末お過ごしくださいポッドキャストアワードリスナー推薦枠ぜひ皆さんこの番組の推薦をよろしくお願いします概要欄にリンクがありますのでそちらからぜひ推薦してくださいポッドキャストアワードのミニに,に俺はなるまた次回もこの部屋でお待ちしておりますではではバイバーイ